それじゃあ始めますか。私の方からじゃあ2つ申し上げますか。まあ、1つはここ何日か一斉に最高裁ご案内のように12月の衆議院選挙について、まあ無効という判決まで出ました。まあ、それ以外も違憲と憲法違反であるというような判断が下されました。まあいろんな見方もいろいろあるでしょうけれども、立法府としての責任を放棄しているのではないかと、これは早く片付けないとという、そういう共通認識は与野党ともにあると思いますので、まあここは最優先課題、避けて通れない課題として、きっちり立法府としての意思も示さなきゃいけないし、それでどうにもならなければ、海江田代表が言うように第三者機関に委ねるということもあり得るかもしれないという話があるわけですね。そのことが一つ。それからまあ今我々が3年3ヶ月の政権を担当して、やっぱり無駄遣いをなくそう、行政改革等をやって、税金の使い方、使われ方が最大の問題でもあるわけで、それに絡んで野党5党で歳入庁というものも議員立法で出していこうという、そういう動きがあると、この2つのことは触れておいた方がいいのかなと思ったので触れました。それ以外は質問でもあったらお答えしましょう。そんなところでいいかね。じゃなければ終わりましょう。問題。はい。フジテレビの長野と申します。すみません、今会長おっしゃったように、選挙制度についてなんですが、まあ、海外代表も昨日講演で、その、比例を50、小選挙区30を削減するとして、まあ、民主党それで議論していくと、という話が出ている中で、まあ、今日自公の方ですね、ゼロ増減を、まあ、先行するということが決まりました。これを先行することについて、会長としてはどのように。それはゼロ増5減を先行するという自公の提案を他の党がどういうふうに、どういう答えを出してくるかということに関わるでしょう。会長はどう思うかよりも、各党がどういうふうにそれを受け止めてどういう姿勢でいくかということになるでしょう。それを見てればいいじゃないですか。自身で横山、民主党の政治改革推進本部の、岡田本部長はですね、そのゼロ増減だけだったら違憲判決の状態が、その違憲状態は変わらないということで、そのゼロ増減の法案に対して慎重な考えを示しているんですけれども、ここについてはどうお考えでしょうか。まあ、それはそうでしょう。ゼロ増減やってもこれは小手先で、でまあ、時間が長くなるからその辺は省いたけれども、私もこの各野党に案がないのに議論しろとはけしからんという話で、前の民主党の案を出したと。そしたらこれはダメだと、分かりにくいとか複雑すぎるとかという理由だったでしょう。で、一番最初のスタートは2年もかけてそういう議論をしてきた。その参戦セットでなければとけしからんという話があって、やれるものからやろうという提案をその当時、蹴ったと。という経過があるでしょ。例えばゼロ増5減みたいに一番やりやすいとこからじゃ入ろうかったらそれはダメだと、定数削減も抜本的な改革もこの3つをセットにして同時に考えていかなきゃいけんと、こうやってああいう結論になって、12月の14日の前総理である野田総理と
今の安倍総理とが党首討論でゼロ増の保険を片付ければ解散をしますということで16日に開催したという経過でしょう。だそれを振り返るまでもなく、ゼロ増だ保険じゃまた違憲状態とかそういう話になるでしょという意味で、だからやっぱり定数削減も、じゃあこの選挙制度自体のあり方も問うということになれば本当に簡単にいくのか、今書くとバチバチじゃないですか。とてもこの国会中にあと100日ぐらい中で結論が出るというような手厚い問題じゃないでしょう。だったらどうするという話も一方で出てきてる。それが海江田代表の発言にもつながってるという、そういうことでしょう。まあ、こんな解説してもしょうがない。そんなところですか。はい、以上終わります。